皆さんこんにちは、 FX トレードルームへようこそ。ヒロピーです。本日は3月18日月曜日、 FX ニュースをお知らせしたいと思います。本日のトピックスです。アメリカ PPI 根強いインフレ、日銀の、会合マイナス金利解除なるか、 FOMC 現状維持予想、そしてチャート分析とそれぞれ見ていきたいと思います。はい、まずアメリカの PPI 木曜日発表されました。前回もお話ししましたけれども、生産者側の物価指数ですね。はい、企業側の物価なので仕入れなどの、価格が上がっていると、いずれ小売りに跳ねてきますので価格の上昇要因となりやすいです。どちらかと言いますと CPI より先行指標として見られます。その、指標の結果ですけれども、すべて事前予想を上回る結果となりました。強いなというイメージです。 PPI は前月比でなんとプラス 0.6%、前年同月比ベースでは 1.6% と、ここがかなり大幅な市場予想を上回る結果となりました。さらに前回よりも大幅にアップしているっていうところも、かなりポイントかなと思います。対して PPI コアの方ですけれども、こちらも同じく事前予想を上回りましたが、前年同月比ベースでは前回同様に、プラス 2.0% という内容でした。コアの方もね 0.3 プラスなので、やはりちょっと PPI の底打ち感が出てきたかなと、そんなイメージが見て取れる結果でした。つまりですね、 CPI は下げ止まっていて PPI はしばらく順調に低下傾向にあったのですけれども、逆に PPI がボトム打ちしたような結果になりましたので、これは根強いインフレ懸念が生まれてくる、そんな雰囲気が漂ってますね。はい、というところで、個人的にはもう少し下がるかなぐらいでは考えてたのですが、かなり意外な結果でした。はい、まさにですね、インフレの高止まりを示唆する新たな材料が出てきてしまったような格好です。はい、これがですね、予想に反してドル円を大きく上昇させた要因の一つでもあったかなと思います。そして今週の日銀ですね、大注目でございます。明日火曜日12時1時頃に政策金利の発表、そして15時半から記者会見がありますが、もちろん今回もですねライブ配信実施していきます。金融政策決定会合ですけれども、改めて年に8回、約6週間おきぐらいに開催されるものですけれども、日本の政策金利ですねを決定する内容ではございますが、これで銀行預金や貸出金利が決まってくるわけですね。その根本となるベースとなるところの政策金利が発表される重要な会合です。その内容がですね、本当に久しぶりです。利上げとなれば17年ぶりというところで、もう2000年代のリーマンショック前に遡りますね、利上げとなると。はい、当時が 0.1 から 0.25 に上げた時ですかね。はい、でそこからリーマンショックを得て、段階的に引き下げていって、現在のマイナス金利のマイナス 0.1% になったわけですが、これが 0.0% になるのかなという市場予想が大半でございます。春闘の結果がですね、先週いろいろと出て、平均賃金の上昇率がなんと 5.28% というところで昨年を大幅に上回りました。デフレ脱却という、特に脱却はしてるんですけれども、脱却をようやく認めたいのか認めるのかは分かりませんが、ようやく賃上げも確実になったというところで、政策金利を解除して、正常化に向けて動こうという日本政府のですね、動きが見られるかなという、期待してしまう明日、日銀ですね。で、問題はですね、その後植田総裁の記者会見でどのようなトーンで来るか、まだ追加的にですね、利上げはしたものの、まだゼロ金利に戻しただけですから、まだ緩和的な措置で続けるよと、要するにハトハトーンで来るのか、向こう1年2年かけてさらに金融の引き締めを行っていくのかなどとですね、向こう1年じゃちょっとゆっくりすぎますね、また向こう数ヶ月次回にかけてさらなる政策金利の引き上げも示唆しながら発言されるのか、これで大きく内容が変わってきます。はい、思いっきり賃金も上昇したことです、することですし、銀行の、借金、借入金の金額返済が少しぐらい上がっても大丈夫だろうというふうに判断した
結果もう一段階もう一段階とですね、政策金利を引き上げて、まあ、正常化に持っていく、そして YCC の解除をして、まあ、無制限の長期国債買い入れを撤廃するなど、どれぐらいのトーンで発言してくるか、それ次第かなというところですが、一応円高要因です。一応どころじゃない、全て大きく円高要因ではあるのですが、それにもかかわらず先週は月曜日から金曜日まで、全てドル円は陽線になりました。これが非常に怖い値動きです。完全に日本舐められてますね。正常化に戻してあともう何かやることあるんですかというような、まあ本当に挑発されているような値動きだったかなと思います。まあそれをこれを受けてですね、明日強い高波トーンでもドル円が上昇になってしまうと、いよいよ日本経済相当やばくなってくるかなと、かなりのインフレが加速する可能性があります。はい、といったところで本当に怖い怖い一日になりそうだなという印象が明日ございます。要注意ですね。そしてですね、まあ暫定的なんですけれども、一応仮にマイナス金利解除しました、円高方向では動くでしょうというところなのですが、まあせいぜい1円ぐらい程度のインパクトなのかなとは個人的には思っております。重要なのは記者会見ですね。で、仮にもし現状維持なんてことを言ってしまった場合、まあいわゆるですね、次回やりますとかね、4月なので3月はしっかりとしたフォワードガイダンス的に終わらせるなんてことになりますと、結構とんでもない円安になるかなと、何がしたいのかが分からなくなってくるような発表、まあさすがにないと思うんですけれども、まあ、現状維持という昼間の報道で、まあ下手こいたら152円吹っ飛んでいくかもしれませんね。はい、まあここがちょっと個人的には10% ぐらいの確率あるかもしれないという現状維持シナリオです。はい、はい、でその後に、水曜日祝日でございますが、夜中に FOMC ありますね。アメリカの中央銀行、FRB の、政策金利、決定会合ですね。 FOMC と呼ばれております。はい、でイメージ的には、現状維持でしょうと、まあ、ただ先週のですね CPI そして PPI いずれも全て市場予想を上回る結果となりましたので、どちらかというと高派寄りの発言に近くなるかなという市場予想、そして3月ですので、ドットチャート、ドットプロットというものが発表されます。年内利下げ回数が、前回12月の時点では3回だったんですけれども、イメージですね、まあ、少し高派によるので2回になるかなと。ドットプロットが下方向に、表示されていたのが更新されてちょっとクッと上に上がるような、はい、発表になるかなというのが市場予想では、まあ、大半かなと思います。まあ、それを受けて、まあ、まずまずというところで、まあ、緩やかにドル買いぐらい、程度の反応になるのではないかなと思います。で、株はちょっと分かりませんね。一回下げてまた何事もなかったかのように上がるかもしれませんが、株式市場は一番楽観的ですのでね、はい、どちらかというと本当にとどめとなるファクトが起こらない限りはまだちょっと株は崩れにくいかなというイメージです。この CPI もですね、まあやはり 3.2 と出てしまいましたので 3.7、3.7、3.2、3.1、3.4、3.1、3.2 と、なんかちょっとこうダブルボトムをつけたようなね 3.1% で、ここ、推移しているので、もし次回これがね今度 3.4 なんて 3.5 とか出ちゃうと、まあ強烈なドル高になるかなと。はい、まあそれはまだ1ヶ月後のお話ですけれども、かなり底堅さが出てしまっているっていうのが、まあ懸念材料でしょう。そして、まあ、ここには書いてありませんけれども、 PPI がしっかりとボトムアウトする可能性も出てきたような雰囲気、そして、数値、結果的な数値だったので、こちらも要注意かなと思います。まあ、つまりですね、ドルはより年内利下げ確率は低下したかなという、そんなイメージが強いです。さあ、チャート分析していきましょう。ドル円、こちら1時間足です。見事に往復ビンタ食らいました。高値の損切りをして、そしてボトムで147円と147円の50銭でショートしたんですが、ここで損切りをいたしました。148円の60、70銭ぐらいですね。かなりショックでした。ここまではまだ許容だったんですけれども、まさかここまで上がって
って下落したサポートで大陽線をドンと見た瞬間に、あ、もうこれ負けたなと考えてですね、まあちょっと時間差はあったんですけれども、この70付近でもう諦めました。完全に完敗ですね。まさかこのようにですね、月曜日から一直線で、しかも日銀が再来週あるというぐらいの時間差を設けて、そしてこれだけ春闘で、賃金が上昇して、これだけ政策金利マイナス金利が解除されるという発信が行われていたにもかかわらず、どう考えても円高材料です。全て無視して上昇してきた。まあこっちで先に織り込んで、もうとっくに織り込み済みというところで、またバイザルーマー的な、だいぶ時差的に早すぎるだろうとは思うところだったんですけれども、まあもうこれはもうしょうがないですね。はい。で、まあ見事にしてやられたという感じです。じゃあ明日どうなるのよというところですが、まあもう正直ここまで織り込む速度が速いと困ったもんで、じゃあいざ明日利上げ普通にしましたと、じゃあもう政策金利解除とか、もう、じゃあ政策金利引き上げとかないねと言ってね、また市場に舐められて上昇するのか、まあそれらも舐められた前提での織り込み済みというところで、それを受けて反落してもう一度上昇するのか、まあ、ないしは昨日、ないしは思った以上に高鼻な発言で強い意志が日銀から発せられた時には148円をさらに割れて146円の50銭方向に戻るのが、まあ、もう正直出たところ勝負かなと。まあただ直近の植田総裁の発言が、まあ態度を1年間見てきましたけれども、まあ学者さんなんでね、一定の態度でいつものトーンでゆっくりとお話しされるのかなと、といったところでも思いっきり円高に持っていくぞみたいなことは考えられておられないかもしれません。どちらかと市場に刺激をせずに、ゆっくりゆっくり日本の債務を解消していくような誘導をもしかしたらしているかもしれません。これをしているということが、事実なのであれば、円安にもう持っていこうと考えている可能性がありますね。はい。まあなぜなら通貨安ですと債務は、債務の質が落ちてきますので、まあ、楽になるわけですよね。若い世代にとっては究極最低そちらの方が幸せになれるかもしれません。例えば仮に160円180円200円といって、そこからまた150円100円に戻ってきてくれるのであれば、年配層はかなり損はしますね。物価が上昇してインフレになって、老後の年金で生活が相当苦しくなります。はい。ただし、そういった、我々はね、賃金が上昇してまだ生活は十分できるのと、蓄えていたお金が、例えば60、65、70になった時に、また再びね200円まで行ってから100円に戻ってきたら、相当本質的な年金の価値は大きく向上しますので、まあそういったところまで本当に考えておられるのであれば、まあヒロピー世代は非常にありがたい話。はい。ただもう本当に目先、財務かなり大赤字といいますか、もう債務不履行って言っても過言ではないぐらいマイナスの赤字ですから、本当は今どうにかしなければっていう時は、まあ円高方向に舵を取るべき。まあただ、まあ、そうですね、やっぱ企業の借り入れや、この30年間住宅ローンなどを借り入れた一般国民の方が急に返済が増えるので、まあそういったところが苦しくなり、経済が折れてくると相当やばいことになりますので、まあそれも本当に慎重に慎重にやらねばなっていうところで、こんなにもゆっくりとした生産金利の解除や、まあ世界と2週遅れぐらいで動くタイミングも、もうもはや謎なんですけれども、動いていくのかなというような、感じは正直します。なので本当に難しい、普通の予想ができない、普通の予想をしても全く真逆の動きになることが多いので、本当に天の弱でいかないといけないのかなとは思ってます。で、まあ、正直上で損切られて、下でショートカバー食らって、往復でやられてしまったので、まあ、ちょっと個人的にはだいぶ反省しなきゃいけないタイミングなので、もうあんまり過度には取引したくありません。はい。去年もね、12月は思いっきり取ったんですけれども、その前の7、8、9、10、11っていう5ヶ月は、今年の
1、2ヶ月、3ヶ月と一緒で同じぐらい損をしてるんですね。で、まあ、12月で5ヶ月分ペイしたんでいいんですけれども、なかなか気が持たないので、まあ、だいぶ悩んでおります。一応コメントしておくと、やろうと思ってるトレードですよ。まあ、明日の日銀を見て148円のこの15銭このネックラインまで押したタイミングで入っていく、まあ、差し値中も置いておく予定なんですけれども、で、まあ、なぜなら政策金利解除する、そして春闘の結果がもう確実になったとずっと報道されているのにもかかわらず、この、3円近くの上昇を平気でしてしまったっていうのがちょっと怖すぎる、この値動きが、うん。まあ、この下落も何もこともなく3、4円落ちたっていうのも怖すぎたんですけれども、まあ、もはや今回のこの報道が流れるっていう前提で動いてたので、強気のショートが日本の本邦から入ってきていたって考えるならば、まだまあ多少なりとも納得はできるんですけれども、じゃあここまでまた戻すほどそんなにしょぼい政策しか行われないのっていうところでやっぱり怖いですね。はい、リークのニュースは毎日流れておりますが、といったところでやはり、まあ、限定的な、金融引き締めに終わり、瞬間的に反応してここからまた切り返して151、2円方向進むしかないのかななんてのも、まあ、っていうような値動きを今のところ考えてます。いや、まだやるとは限ったわけじゃないんですけれども、まあ、FOMC もありますけれども、まあ、どちらかというと高派なのでドルを売る理由もあんまりないかなと、そんなイメージなので、まあ、やはり、再々方向転換して今一度上方向目指すイメージでスイングしていかないといけないかな、短期で買いで回していかないといけないかなっていうようなイメージを持ってます。まあ、ただ本当にその植田総裁、日本日銀もですね、金融引き締めに本気のトーンが現れているのであれば、十分明日の発表後もショートで間に合うと思いますので、その場合は当然この146円の50銭思いっきり割れていくでしょう。そういったところでではですね、まあ、例えばこの147円の50銭とか、もう147円割れぐらいまでから逆差しの売り注文を置いておいてもいいかなと思ってます。ここまでの追い込みを待たなくても、例えば147円の50銭とか、まあ、この辺りまで追い込むのであれば十分それだけインパクトがあるような内容が流れたということなので、あえてこんな深い位置からの新規逆差し値注文の売りを準備しとくのも手かなと思ってます。まあ、なので基本路線はこの値動きで差し値注文、しかしながら新規逆差し値注文を1個2個ぐらい置いて大急落に備えたエントリーも準備しておくといいかもしれません。まあ、これだけまた深く戻したんでね、インパクト的には下方向ぶっ飛んでった方が強烈に飛ぶとは思います。はい、まあ利上げあと1回あと何もできないでしょって言って舐められた上昇されたので、まあこれで1回セルザファクトが起こって再び揉み合って最終的に上に抜けていく、このパターンはまあ一応一番確率が高そうなイメージで持っておくものの、何かしら強烈なメッセージが発せられたら新規逆差し値でスタンバイしておくっていうような、そのイメージで勝負していこうかなと思います。まあその方がドル円上昇方向で見ているのならば、まあユーロ円、まあそしてスイス円もロングしていこうかなと思ってます。で、本当に円買いっていうような内容であれば、まあ、ドル円ショートや、まあ、そうですねポンド円なんかのショートを狙っていくと取りやすいかなと思っております。はい、いずれにしても日銀待ち、そして、まあ、FOMC もありますけれども、火曜日の夕方以降大きく動いていこうかなと思って、本日は一回捨て、マーケットの様子見をしたいと思います。はい、一つお知らせがございます。来月 CPI、なんとですね対面式の公開ライブをやろうかなと思っております。場所はですね青山1丁目付近の会場で、約50名ほど対面式でですね実施しようかなと思っておりまして、スポンサーさんは楽天ウォレットさんです。遠藤さんと松田さん、そして僕の3名で登壇しながら実際の発表を待って皆様とご一緒したいかなと思いまして、実践 CPI ライブ公開ライブをオンエアしようと思います。もちろんいつも通り、YouTube でも、配信予定です。まあ、さらにぜひ会場に来ていただいてですね、まあ、生でお話しやっていただければと思います。懇親会込みですので、一応飲食出ます、ご準備しておりますので、しかも無料ですね。はい、というところでぜひご興味ある方チケット申し込みしてみてください。4月10日水曜日、7時からおよそ23時の間でございます。
はい、今週のライブ配信の予定ですが、日銀ライブ配信、そして FMC のライブ配信と続きます。どうぞこちらも、ぜひご参加ください。以上、ヒルピーの FX トレードルームでした。ご参考まで。